スドラーゴン先生。先生に会ったその瞬間から全てのことを説明できるはずなのに、私の心は人の心も顕微鏡で覗き込んで見ることができたらいいのに。いつも測定や計算だけを考えてたけど、今はただこの瞬間を感じていたい。ここでは先生がスケジュールを決められます。一緒にいてくれてありがとう先生。楽しいお祭りもいつかは終わるものと言いますね。でもせめて本当にその時が来るまでもう少しそばにいてもいいですか？スドラーゴン先生。何かでお返しがしたいのだけど、今の私にはまず作戦を成功させることくらいしか。で、さまざまな授業やイベントが準備されているので、ご希望のスケジュールを選んでください。ここでは先生がスケジュールを決められます。スドラーゴン先生。一緒にいる時のこの緊張感、嫌いじゃないです。不思議だな、人間の心というのは。どんなメカニズムかはわからないけど、ドキドキする。
ここでは先生がスケジュールを決められます。ズドラーゴン先生、さまざまな授業やイベントが準備されているので、ご希望のスケジュールを選んでください。先生の依頼なら、いつでも歓迎だよ。先生の声は、私にとって音楽と同じです。私の心を高揚させますから。